皆さんこんにちは。 Welcome to Egofile。 今日もライティング力上げていきましょうね。さて、ライティングでパンクチュエーション、つまり句読点を正しく使うっていうことはとても大切です。ということで、今回はセミコロンの使い方についてお話をしますね。見たことはありますでしょ？でも毎回よくわからずスルーしていませんか？で、おそらく自分で使ったことはほぼないんじゃないかと思います、顔文字以外には。でも本当に簡単なので、今日しっかり学んで英作文で使えるようにしてみましょう。セミコロンには使い方が主に2つあります。まず1つ目、文と文をつなぐ。ではまず2つの文章をお見せします。まずは I respect my brother very much、 私は兄をとても尊敬しています。で、もう一つが He has achieved so many things in his life、 彼は自分の人生で多くのことを達成している。ではセミコロンでこの2つの文章をつなげるとどうなるのか、こうですね。はい、ピリオドの代わりにセミコロンを使って、続く He の H が小文字になりました。じゃあ意味的に何が違うのか。ピリオドを使うと1文目と2文目の間に明確な区切りがあるんで、つながってる感っていうのが薄まるんですよ。ということは関連性があるのかどうかっていう判断が瞬時にできなくなってしまうんです。でもセミコロンを使えば、この2つの文章は何らかの関連性がありますよっていう合図になるんで、その分読みやすくなるんですよ。さっきの例文に戻ると、まず I respect my brother very much まで読んで、あ、セミコロンが来たっていうことは、次の文章はその理由なのかなとか、その結果なのかなとか、なんか追加するのかなっていう、そういうふうに解釈できるんですね。ただここで一つ疑問が生まれると思います。何らかの関連性を表したいなら、じゃあ普通に接続詞を使えばいいんじゃないかと思うかもしれませんよね。つまり今回の場合は、この2つの文章がどういう関連性があるかというと、 I respect my brother very much の理由として He has achieved so many things in his life というふうにつながっていますよね。だったら理由を表す接続詞の because を使って、こういうふうに書き換えたらどうなるでしょう。はい、これでもいいですよね。じゃあ何が違うかというと、明確に関連性を表さないことによって、読み手にその解釈を委ねているっていう部分があるんですよ。だから読み手が、あ、これは多分因果関係でつながってるんだろうなとかっていうふうに勝手に解釈していいんですね。まあ全てを説明しない美学っていうやつだと思ってください。では2つ目の使い方なんですけれども、コンマの代わりに使う。ただし、ものを列挙している時に項目を明確に区切る必要がある時のみです。どういうことか、次の例文を見てみてください。これあえて読みませんけれども、行く場所が列挙されてますよね。では質問です。何箇所にこの人たちは行くんでしょう。いかがですか？一見すると6つに見えません？でも実は3つなんです。まあアメリカの地理に詳しい人ならば気づいたと思いますけれども、アメリカの都市の名前の後に州の名前が続いていて、それがワンセットになってるんですね。つまり1つ目はジョージア州のアトランタ市っていう1箇所なんですね。まあ北海道の札幌市みたいな、そういう感じです。で、こういう場合って特に地理とかに詳しくない場合は混乱しますよね。だからコンマの代わりにセミコロンを使うことによって、ここからここまでがワンセットですよっていうことを明確に伝えることができるんです。はい、ということでこういうふうに変えてみましょう。いかがでしょうか？より分かりやすくなりましたよね。はい、ということでこれが2つ目のセミコロンの使い方でした。その他細かいものもあります。例えば論文に使った参考文献を書くときに使うセミコロンとか、まあ、結構マニアックなものがあるんですけど、万が一知りたいっていう方がいる場合はコメント欄に書いてください。であとはセミコロンに関する疑問、何でもいいです。どんどんコメントしてください。はい、ということで今回のレッスンはセミコロンの正しい使い方に関してでした。よかったら使ってみてくださいね。いつもの書き換えシリーズは来週復活する予定です。よろしくお願いします。それでは皆さん、 I'll see you in the next lesson.